さんこんにちは、ミニガレージパラドックスの木崎でございます。今回も動画を見ていただきありがとうございます。よろしければ下のチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。さあ今日新年一発目の動画ですね。皆さん明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。今年もですね、皆さんのミニライフを少しでも豊かにできるような動画をお届けできるように頑張っていきたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。さあ今日の話題なんですけども、ミニオーナーの皆様のミニを気持ちよく走らせるためにどんなことが必要だと思っておりますでしょうか。マフラーの走行音とかですね、オーディオ、ハンドリング、素晴らしい景色、いろんなものがあると思うんですけども、どれもですね、欠かすことのできない要素ではあると思うんですが、一つですね、運転が好きな方特にそうじゃないかなと思うんですけども、気持ちのいい加速というものはですね、外すことができない要素の一つなんじゃないかなというふうに思っております。そこで今日はですね、皆さんが乗ってるミニにですね、こう気持ちのいい加速、もちろん普通の状態でもですね、ミニの加速ってすごくいいんですけども、そこをさらにこう気持ちよく自分好みの加速感に変えていくというアイテムをですね、2つ今日はご紹介をしていこうかなというふうに思っております。その製品ですね、2つともデモカーの方に装着をしておりますので、ちょっと僕からの説明とですね、実際にデモカーを見ていただきながらどんな風に変わっていくのかというところをお届けしようと思います。では早速今日の商品見ていきましょう。はい、今日ですねご紹介をさせていただく商品なんですけども、レースチップと言いまして、こういうロゴですね、皆さん一度は見たことがあるんじゃないかなというふうに思いますが、車をですねこう気軽にパワーアップをさせてくれるアイテムということで、すごく人気の高い商品になっております。比較的取り付けも簡単で、気軽にインストールができると。でエラーなんかも出にくくてですね、かなり取り扱いしやすいというのもですね、嬉しいポイントなんじゃないかなというふうに思っております。ミニだけではなくって、国産車、輸入車含めていろんな車にですね、対応した製品を扱っているというところになっておりまして、今日はですねそのレースチップの製品の中から XLR というですね、スロットルコントローラー、いわゆるスロコンですね、それと GTS というサブコンピューターですね、この2点のですねご紹介をさせていただこうというふうに思っております。まずはですね XLR スロットルコントローラーの方からご説明をさせていただきましょう。アクセルのセンサーとエンジンのですね制御ユニットの間にこう取り付けをするパーツになっておりまして、アクセルのレスポンスを高めてくれるという商品になっております。これ取り付けをですねしていただくと、リモコンでですね7段階の切り替えが可能で、レスポンスをですねぐっと高めるだけではなくって、エコな運転ですね、レスポンスを少し遅くすることによってエコな運転もできるというものになっております。ちょっと説明だけではですね分かりにくいので、じゃあ実際に車につけたらどういう風になるのかというところも含めてご案内をさせていただこうという風に思います。はい、もうですね今デモカーの方に取り付けてあるんですが、取り付けの方はですねこの、今アクセルペダルがですねこの先に見えると思うんですが、アクセルペダルの裏側にあるカプラーを抜いて、そこにですねスロットルコントローラーを割り込ませるというような形になります。でスロットルコントローラーの本体自体はもうこのパネルのですね内側に入ってしまいますので、もう取り付けた後ですね本体を見るっていうことはなかなかできないんですけども、じゃあどのようにしてですね制御をするかというと、このここですね、この今メーターの横につけてあるこれがコントローラーになるので、ここでですねスロットルコントローラーの制御をしていくというふうになります。はい、でエンジンをかけるとですねこのように、今 N というふうに出てるんですが、これはニュートラルという意味ですね。N だとスロットルコントローラーの制御は介さずに、スルーですね、ノーマルの状態で乗ることができるというふうになっておりまして、この上下にですねプラスとマイナスのボタンがありますので、マイナスを押すとこのように E プラスですね、エコとエコプラスというような意味合いになります。で上に押していくと、N があってその上ですね、この S プラス R レースのことですね、R プラスという形で、変わっていきます。これ1段階切り替えるだけでもかなりですね加速の、レスポンスですね、アクセルを踏んだ時の車の反応っていうのがですね、鋭く変わっていきますので、ちょっとですね極端な形ではあるんですが、 R プラスと
エコプラスですね、ここの違いをですねちょっと見ていただこうかなというふうに思います。まず今 R プラスにしてます。 R プラスでアクセルを軽く踏みます。はい、こんな感じですね。じゃあこれをですね今度はで、一番下の E プラスエコまで下げます。はい、今 E プラスになりました。で同じようにアクセルを踏みます。はい、これ本当にですね僕は同じようにアクセルを踏んでるんですけども、これだけ反応しなくなっちゃいます。もう一回 R プラスにしてみますね。はい、 R プラスになりました。はい、もう一回同じようにアクセルを踏みます。いやいやお前アクセル強く踏んでるだろうって思ってる方がいらっしゃるかもしれないんですが、これ本当にですねこれぐらい変わるんですよ。ぜひですねちょっとご来店いただける方はこのデモカー乗っていただいてですね、こうどれくらい違うかというところをですね体験をしていただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。でよくパラドックスの方でもですね、車にドライビングモードですね、今ここにドライビングモードのスイッチがありますが、ドライビングモードを後付けしたいですというようなお問い合わせ多くいただきます。やっぱりこのドライビングモードをつけようと思うとですね、ものによるんですがだいたい7万円8万円という費用がかかってくるんですけども、その費用をかけた上でできるのは、スポーツとミッドとグリーンの3段階というところなんですけども、このですね、スロットルコントローラー XLR をつけていただくと7段階のコントロールができて、費用的にはドライビングモードをつけるよりも安く済んでしまうというところで、ドライビングモードの代わりとしてもですね非常に優秀なんじゃないかなというふうに思いますので、ちょっとドライビングモードをつけたいなと思っている皆さんはですね、こういったものもちょっと検討の一つに加えていただくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、まずは XLR ですね、スロットルコントローラーご紹介をさせていただきました。では2つ目ですね、GTS というこちらはですねサブコンピュータ、いわゆるサブコンというものをご紹介をさせていただこうと思います。このサブコンというのはですね、車についてあるもともとのコンピュータですね、DME というような言い方をしたりするんですけども、そちらのコンピュータの書き換えをすることなくですね、パワーとトルクをグッと上げてくれる、アイテムになっております。でスロコン、さっきご紹介をしたスロコンとサブコンって何が違うのっていうところなんですけど、スロットルコントローラーの方はですね、アクセルの信号を制御することによってエンジンのこう反応速度、アクセルのレスポンスっていうのをコントロールしているというもので、実際にパワーやトルクが上がるということではありません。一方でサブコンの方はですね、車のパワーであったりとかトルクっていうのをしっかりと向上させてくれるというものになっていますので、その辺のですね、特性がかなり異なるということにはなっております。でこの GTS ですね、ミニにサブコンをつけた場合どれくらい変わるのかというところなんですけども、車両によってですね異なるんですが、大体ですね 30% ほど、パワーもトルクも向上するということになっておりまして、じゃあ例えばですね、うちのデモカーですね、クーパー S に取り付けたらどうなるかというところなんですけども、ミニのクーパー S の場合で、標準ですね、何もない時の、純正の、馬力が、192馬力、そこに、サブコンをつけるとですね37馬力上がって229馬力という数字になります。でトルクの方はというとですね、280ニュートン、ノーマルで280ニュートンあって、サブコンをつけることによって70ニュートンアップですね、合計で350ニュートンということになります。なのでこれ簡単に言うとですね、クーパー S にサブコンをつけた場合、このレースチップをつけた場合は、JCW に匹敵するパワーとトルクを手に入れることができるということになっております。ちなみにジョークパワークスのパワーは231馬力、トルクは320ニュートンなので、もう馬力はもうほぼほぼ同じですね。トルクに関してはサブコンをつけたクーパー S の方が太いということになっております。はい、
ではですね、実際にサブコンをつけたらどうなるのかというところもですね、ご覧いただこうかなというふうに思います。サブコンはですね、エンジンルームに取り付けをする部品になりますので、エンジンルームですね、見ると確認をしていただくことができます。はい、ちょっと今雨上がりなので、雫が垂れてきてしまいましたが、こちらですね、このバッテリーのケースに上に乗っているもの、これがレースチップの本体になります。ここからですね、今配線がビーッと伸びてきて、ですね、この下のところでですね、カプラーが、エンジンに刺さっているという形になります。で、レースチップはですね、あの機種により多少異なるんですが、このようにここでですね、プラスとマイナスがありますので、ここで出力の出方をコントロールすることができるようになっておりますし、あともう一つですね、このようにですね、スマホのアプリを使ってもコントロールできるようになっていますので、レースチップですね、わざわざこのエンジンルームを開けて本体側を操作してあげなくてもですね、このような形でスマホを使って車内からですね、レース、スポーツ、エコというものを切り替えることができるようになります。はい、レースチップもですね、7段階の調整ができるようになっておりまして、ちょっと実際にですね、エンジンをかけたらどういう風になるかというのを見てみましょう。はい、今ですね、エンジンをかけました。こんな感じでですね、ウォームアップタイマーというものもですね、スマホアプリからだと使えるようになっています。で、これはですね、スキップをすることもできますので、ちょっとスキップしましょう。するとこんな感じでですね、今エコになっていますね。でここをポンと押すとスポーツで、上にするとレースというような形で制御の、内容ですね、細かな制御が変わっていくということになっております。でこの詳細設定をしていただくと、それぞれでですね、先ほど7段階調整ができますよということをお伝えしたんですが、レースの時にどれくらいの出力にする、スポーツの時にどれくらいにする、エコの時にどれくらいにするというのがですね、全て設定できるようになっておりまして、で一番下はウォームアップタイマーをどれくらいに設定をしますかというものになっております。レースチップの方は先ほどのスロットルコントローラーと違って、アクセルを踏んだから抜群に回転の伸びが違うかというと、ちょっとそこの違いが分かりにくいんですね。ただこれ実際に走らせるとかなりですね、加速感ですね、こう体に伝わってくる感触というのは変わってきますので、レースチップについてはですね、本当試乗をしていただくのが一番分かりやすいのかなというふうに思います。でスマホアプリの方もですね、非常にこう直感的な操作ができるようになっているだけではなくって、初期設定をしてしまえばですね、接続の方も非常に簡単ですので、車内からですね、運転のこのフィーリングであったりとか加速感、簡単に調整をすることができるようになります。はい、本体側で操作をするときはですね、ここをこのように押していくとですね、どんどん数字が今変わっていると思うんですが、1がですね、一番出力出ない状態ですね。ここを上げていって、7にすると先ほどのレースという状態になります。この7段階切り替えることによって、かなりですね、加速のフィーリングも違いますので、一つずつこう確かめていただくのもいいのかなというふうに思います。はい、ということで今日はですね、レースチップの XLR と GTS、スロットルコントローラーと、サブコンピューターご紹介をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。どちらもですね、気軽にミニのこの走りパワーの部分をですね、向上させることができて、自分の好みの加速フィーリングを手に入れることができるということで、非常におすすめのアイテムとなっております。でやっぱりこの2つつけると何がいいってですね、もちろんですね、パワー、トルク、グッと上がって運転楽しくなるんですけども、その向上したですね、性能以上に運転をですね、する楽しみが増すというところがやっぱり一つ大きな魅力なんじゃないかなというふうに思います。こうドライブをしていてですね、こうアクセルを踏んだ時にミニがですね、こうグッと加速をする形で応えてくれるというのはですね、非常にやっぱり運転していて楽しいと思いますので、気になる方はですね、ぜひご検討いただくといいんじゃないかなというふうに思います。でデモカーの方にですね、装着しておりますので、ご来店いただければいつでもですね、デモカー実際に運転をして、どれくらい違うのかっていうのをですね、体験していただけるようにしておりますので、ぜひお気軽にお声かけ、またご来店をいただければなというふうに思います。はい、2023年もですね、このような形で皆さんのミニライフに役立つような情報を少しでもお届けできればなというふうに思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
それでは今日の動画この辺にしたいと思います。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。チャンネル登録していただくと皆さんの素敵な身に見つかるかもしれません。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。